熱々の卵焼きに、トロトロのサバの煮付け、自慢のご飯は釜で炊きたて。こんな大満足な定食が食べられる、特徴的な看板が目印の大衆食堂チェーン、皆さんもちろんご存知ですよね。ではここで問題。この食堂チェーンのブランド名は次の3つのうちどれでしょう。1番大きに毎度あり食堂、2番毎度大きに食堂、3番毎度お騒がせ食堂。ハノさん7秒でお答えください。うわー全部似てるけど真ん中を取って2番です。正解は2番毎度大きに食堂。毎度大きに食堂は富士オフードグループが展開する外食チェーンで、現在全国におよそ360店、店名は地名プラス食堂で統一されています。これがナイスアイデアですよ、地名プラス。続いて第2問。この地名が入った看板やメニューの独特な筆文字、実は運営会社富士オフード富士オ社長の直筆なんですが、そうなんすか。では富士オ社長が書いてくれたジャストミートやーは AB どっち。福澤さんお答えください。あの店名の看板の筆圧の強さから言うと、まあ、B はないと思います。A の筆圧の高い方、 A です。正解は B。 なんだか人情味あふれる藤尾社長の字、実は温かいメニューと冷製メニューで書き方も違うんだとか。冷やしそうめん系なんだ。続いて第3問。富士オフードが展開する喫茶店ピノキオで、富士オ社長の思いつきから始まったとんでもフェアが話題になっています。そのフェアとは、1番食事をすると富士オ社長直筆サインがついてくる、2番食事をするとプラス100円でパフェがついてくる、3番ピノキオだけに食事をすると店長が気の利いた嘘をついてくれる。堀さんお答えください。これ100円は安すぎるんで、はい、直筆のサインですかね。これがあればなんか割り引いてくれるとか、はい、いっぱいってことかなあかんや。正解は2番、食事をするとプラス100円でパフェがついてくる。採算度外視のこのフェアは5月6日までの期間限定。パフェ好きはピノキオへ急げ。すごい。ということで今回の関西リーダーレッスンは富士オフードグループ藤尾正弘社長、グループの代名詞毎度大きに食堂をはじめ串屋物語、鶴丸うどんなど54の業態を国内外で800店以上展開する大阪を代表する飲食チェーン、ね、富士オフードグループ。なんとこれらを一台で築き上げたのが富士オ正弘その人だ。あ、これでバッチシやろ。うわ美味しそう。3年前に念願の東証一部上場も果たした富士オ社長、その成功の鍵を紐解くべく富士オ社長の半生を振り返ろう。富士オフード創業者藤尾正弘は1955年大阪で生まれた。両親は天神橋筋商店街で寿司なども出す大衆食堂を営んでいた。すぐそばですね。美味しそうかしらね。はい、いいですですね。取るの朝早くから夜遅くまで働く両親、そんな二人の背中を見ながら藤尾少年は皿洗いや料理、出前などを手伝っていた。友達もみんな商売人が多いから、みんなそれぞれがそれぞれで自分の実家を手伝うっていうのは普通のことのようにあったと思いますね。だからやってて嫌やとかそういうことはないね、はい、そんな藤尾少年だったが、小学3年生の時耳の病気を発症。それが理由で友達の輪にも入れず寂しい幼少時代を過ごした。耳が聞こえなかった、
手術をして、まあ、左が聞こえるからいいだろうということで右の耳を手術したんですけど、左も聞こえなくなったんですね。そうするとあまり友達とこう話をするとか遊ぶとかいうのがだん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 億劫になってきよるね。そんな藤尾少年の楽しみの一つが、大阪天満宮の境内で毎日2時間一人で絵や字を書くこと。実はこの時の経験が藤尾の手書き看板の原点になっていた。そしてもう一つの楽しみが、どうや、うまいか。うん、おいしい。よかったね。忙しい父が時折連れて行ってくれる喫茶店。あまり口数の多い人ではないですけどね、明治生まれの親父はね、手つないで喫茶店に連れて行ってもらって、思い出、まあ、ホットケーキとかパフェとかジュースを飲んでたと、そういう思い出はあります。はい、まあ、昭和30年代40年代の喫茶店ですけども、何か親父の思い出を追いかけていく中で、こういうお店、今のこの時代、殺伐としたこの時代の中にね、そういう人優しいお店を作ってみようということで作りましたね。はい。そして藤尾が大学生になったある日のこと。父さん、店も流行ってるし、もう一店舗出したらどうや。そう言うけど、それ誰がやんねん。今の店は兄貴が継ぐことになるやろうし、俺がやるで。おう、分かった。ほな、お前の店になるんやから、お前が物件探しからやってみたらええ。分かった。藤尾は寿司店にするつもりで物件を探して回った。ちょっと狭いか。理想は間口が 2、3軒、30坪ほど欲しいな。大学に通いながら来る日も来る日も延べ100軒以上探したのだが、全然見つからへんや。いい物件見つけましたよ。これなんかいかがですか。ちょっと待ってください。間口は1軒しかないし、店内は L 字型やし、もう全然違うやないですか。はあ、けど A 物件やと思うんですけどね。こうして藤尾の出店計画は頓挫してしまった。しかし、え、この間断った物件カフェになってめちゃくちゃ流行ってるやん。これまで断ってきた物件や寿司店には合わないと思っていた物件がカフェやうどん店など他の業態として繁盛していた。そうか、俺は寿司屋と思い込んで物件を探してたけど、他の商売やったらうまくいくんや。発見、見けた以上の物件を見てるわけですから、断った物件ってどうなってんのかなというのは、まあ、興味もありましたし、で、まあ、そのうち僕が一番もう最後にですね、物件紹介してもうたのがもうとんでもない物件やったんですよ。その物件がカフェですっごい繁盛店になってた。それを見た時に、そのロケーションに応じて繁盛店を作るというね、だから立地に合わせる業態開発というのは必要だと、まあ、こういうことになったんですね。はい、だから大学を卒業してからは全国の繁盛店を見て回るという、そういう2年間がありましたね。その頃、両親が経営する食堂では、もうやめさせてもらいます。待ちや、いつまでも洗い物ばっかりできません。そんな急にやめられたら困るわ。じゃあ早く料理作らせて。寿司職人志望の従業員がなかなか寿司を握らせてもらえないことを理由に突然退職。俺が次の店を出してたら彼も辞めずに済んだんや。俺が独立したら
従業員にこんな思いをさせないよう店は多く出そう。それで建物は。そう心に誓った藤尾は24歳で独立。大阪梅田のお初天神にキッチンバーエスカールをオープンさせた。キッチンバーから始める。まあ幼い時から食堂をこうやってて、食堂はやっぱりこうしんどいんです。朝から晩まで大変な仕事なんですよね。だから、まあ、自分がお店を出すにやったら大変なお店は嫌だなというのはありましたですよね。ちょっとかっこいい店の方がいいなと。そういうので、まあ、小さくてもそういうお店を出せるチャンスをいただいたと、こういうことですね、はい。お会計は水割り2杯とビール1杯で2500円になります。当時のバーでは珍しく、料金システムを明確にし、迷路会計を売りにした。そしてこれがヒットした。その後おしゃれな店を次々と開店、業績を伸ばしていった。そんな絶頂の最中、父正夫さんが他界。日に日に弱々しくなっていく母を励ますため、藤尾は毎日のように会いに行った。さらに母に元気を取り戻してもらうため、母さん、俺食堂やるわ。え、食堂？昔父さんと母さんが元気に働いてたあんな感じの食堂。こうして33歳の時、毎度大きに食堂1号店をオープン。なるほどね、お母さんを励ますためにってことか。お母さんに元気づけるために、勇気づけるためにね、食堂を作りましたですね。いや、それは喜んでくれましたですね、はい。もう昔の食堂をいいところをずっと取り入れながら作り上げた食堂ですし、お母さんもしょっちゅう足を運んでいただきましたしね、はい。現在も同じ場所で営業を続ける1号店。料理は一見普通の家庭料理だが、お米は精米したての米を釜で炊き、卵焼きは注文を受けてから焼く。セントラルキッチンを持たずに店舗のスタッフが全て手作りで行っている。まあオープンキッチンでね、せっかくこう店内調理でやってるのを、やっぱりうちのメンバーが作ってる姿も商品ですから。お袋の味を再現するとともに、職人がいらない地域の主婦が作れる料理を目指した。全ての店舗にあえて地名を入れ、地域に根ざしたお店作りを目指している。さあ始まりました、関西リーダーレジデン、司会の福澤明でございます。初登場は経済ジャーナリストの堀博さんです。よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。もう堀さん、この番組の存在をご存知でしたか？そうですね、非常に注目しておりましてですね、でこの番組に登場される経営者の方っていうのは非常にリーダーシップがあって、はい、我々ぐいぐい引っ張ってくれると。そうですね、まあ、そのあたりはですね、私たちの心が明るくなって、本当に経済が良くなると、ね、本当ジャストミートの番組だと思いますね。ありがとうございます、はい、本当に。あとで何か差し上げてくださいさあ、そして加納亜紀さんです。よろしくどうぞ。お願いいたします。クイズにもなってましたが、毎度大きい食堂、はい、行かれたことありますか？なかなか結婚して家庭を持ってから一人でポンって飛び込むことはないんですけど、家族になってからは串屋物語の方にめちゃくちゃ行きます。めちゃくちゃ楽しいんですよ。あ、そうなんですか。そう、自分で好きなものを取って、子供たちも、まあ来た人みんながね、こうイベントみたいにね、串をあげれる、まあ、はい、まあ、揚げ物を家庭でやるとね、ちょっと面倒なこと多いから。もうまさか同じところだとは私今回初めて知りました。50以上の業態をね、抱えてらっしゃるってことですからね。無理です。そのあたりの話も詳しくお伺いしていきたいというふうに思っております。先ほど人生を振り返りました。早速今回のリーダーにご登場いただきましょう。藤尾フードグループの藤尾正弘社長です。どうぞお入りください。どうぞ。今藤
藤尾社長の半生をねビデオで振り返りましたが、ご自身でご覧になっていかがですか。まあもうちょっと男前いや確かにすごい男前に映ってましたよ、ね、あいやいやいや今日もダンディーでね、本当にしかしね、さっき毎度大きに食堂っていう看板はバーンと出すんじゃなくて、その地名プラス食堂っていうアイデアは僕絶妙だと思います。そうですね、あれ社長のアイデアですか。はい、僕のアイデアですね。はい、どういう思いがあったんですか。こう同じ名前でいくとですね、なんかこうチェーン店の匂いをあんまりさせたくなかったということが一つと、やはり地域の人に来ていただいて、はい、地域の人に働いていただくという、うん、そういうコンセプトですから、はい、いやでも堀さんこれ珍しいですよね、はい、そうですね、うん、でも本当になんか地元 です、ね、愛着があるというか、また行きたくなるというか、うちの町の食堂だっていう。そうですね、あそうか、はい、でその地域の方を雇用するわけですね。そうですね、基本的にそうですね。自体が何とも味があって、はい、すごくなんかいい雰囲気なんですよね。前戸気に入というのはお母さんがお店でいつもこうお客さんをお迎えする言葉なんですね、はい、ですから非常に優しい言葉で、いつもこう頭を下げてたんで、それをちょっと文字に表せました。イラストは社長のイラストじゃないですね。はい、あれも適当に僕が描いてあの大根とあれはジャガイモかな、はい、あのイラストも社長のイラストなんですか。はい、適当に描きます、ね、ちょうどいいわ。欲しくなりますね、うん。ああでもその社長のその字っていうのはそういったああいう背景があったわけなんですね。ホームページのその動画を拝見すると社長がそこかしこの店に訪れているんですけども、はい、ああやってチェックはされるわけですか。はい、もう必ずしますね。年間、まあ、360、400店舗近くはこう店舗臨店してますね、はい、じゃ各店舗の従業員の方は今日藤尾社長来るらしいよとか、あもうすぐ来るって情報来たわよって、それ事前の情報は入ってるんですか。いや入ってませんね。突然来ます。これはそうですねそうだな。でも嬉しいですよね、社長が来てくれてなんか見てくれるっていうのはですね、うんうん、まあ嬉しい反面い店長はもうドキドキバクバクですよね、うん、ありますね。こんなに店舗がもうそれこそ日本だけじゃなく海外にもあって、はいね、うん、地方食はあるんですか。食べる提供していただく、いわゆるローカライズされたその土地ならではのものってあるんですか。はい、いや それぞれ地域によって味は変わりますよね。あやっぱそうなんですか。はい、チェーンだから味も確実的でなかったらあかんということは僕は考えてないので、うん、それぞれの地域でそれぞれの味があればいいというように思ってますから、やはり関西はだしを少しと、はい、でやはり、まあ、中国地方は少しこう、うん、砂糖を入れたり、で醤油も九州は少し甘いですから、はい、その辺のことを考えながらやりますね。うわーすごいな。まあしかし今ね藤尾社長の子供の頃からのお話をいろいろ伺いまして、ご両親の影響っていうんですかね、お二人がやっていた食堂っていうのが社長の原点にあるわけですか。 ありますね。やっぱりこうまあ親父の優しさと、まあ、お母さんはお店から一歩も出たことのない、ずっとこうずっともう朝から晩までお店の中にずっとおって、本当に旅行人と会うこともないそういう人ですから、本当に二人で、まあ、親父はどっちかというとあんまりお母さんの方がよう働くんですけどね、まあ、僕は親父の優しさ、やっぱり厳しいけどもやっぱり温かいという、はい、それは今の我々の会社の富士フードのやっぱり、イズムになってるんかなというふうには思います。僕これ社長に会ったら絶対聞こうと思ってて、トップからのメッセージ、富士社長の顔がバーンとあって、その脇に人生は屏風だって書いてある。屏風とパーテーションの屏風、はい、人生は屏風だって書いてあるんですけど、その言葉に関する詳しい説明が書いてないんですよ。聞かないとぜひ聞かせてください。なぜ人生は屏風なんですか。親父の言葉なんですけども、はい、まあ、僕が一軒の店をやるときに、まあ、正弘人生は屏風やから
頑張れよということで、まあ、屏風というのはまっすぐには立たないと、こう山あり谷ありやと、そんな中で、まあ、頑張ってやっていきようと、まあ、そういうことを教えていただきましたね。なるほど、屏風を倒した状態のこのあたかも英語の W のような、そうですね、このジグザグをおっしゃったんだ、はい、それ社長書かないと分かんないここで富士フード成功の秘密が分かる毎度大きに食堂人気メニューベスト5。まずは第5位、エビフライ&から揚げ定食。プリプリの大きなエビが2尾、そして自家製のから揚げが2つ付いたボリューム満点の定食。続いて第4位、定食屋さんでの定番のおかず、カラッと揚がったふっくらジューシーなアジフライが第4位。藤尾社長もお気に入りだそうで、熱いねこれ、美味しいな、食べたら、はい、後でいいね。続いて第3位、これまた食堂の定番メニュー、煮サバ定食。特製のタレで甘辛く炊き上がった濃厚な味がご飯との相性バッチリ、ね、毎日食べても飽きがこないサバの煮付け。続いて第2位、毎度大きに食堂名物といえばこちら、そう、卵焼き。これ1位だと思った俺、注文が入ってから一つずつ焼き上げ、使用する卵は全国10カ所の指定農場で管理された上質の卵をのみ、それを贅沢に3つ使用、だしがたっぷり効いたふわふわの卵焼きが第2位。そしてこの卵焼きを抑え堂々の第1位に輝いたのが、美味しいな、美味しい。ここで皆さんにクエスチョン、頑張って。第1位のメニューは何でしょうか。アジフライで美味しいな言うてはったでしょ、はい、せやからお魚ちゃいます。これ敵、卵焼きだと思ったそうですね、出ちゃったから。毎度大きに食堂人気メニューベスト5、5位から2位はご覧の通り。美味しいな、美味しい。毎度大きに食堂の代名詞卵焼き定食を抑えて1位に輝いたのは一体何なのか。でもさっきね、アジフライで美味しいな言うてはったでしょ、はい、せやからお魚ちゃいます。 なんで煮魚があったから、はい、焼き魚、焼き魚、これ敵、卵焼きだと思ったんですよ。そうですね、でももう出ましたもん、ね、出ちゃったから。家で食べれるようなもんやねんけど、わざわざ一人やしそれ焼くのもなっていうやつでしょ。焼き魚、はい、焼き魚経過、焼き魚ね、コンロのあそこ、はいはい、魚焼くとこ洗うのがめんどくさいね。わかりますはい、決まりました、はい、焼き魚定食です。毎度大きに食堂人気メニューベスト5、堂々の第1位は、ここまでは一緒正解はこちら、塩サバ定食。塩サバ、まあほぼ正解ですよね、ほぼ正解です。もう昔から住みでしっかりとした肉厚のサバを丁寧に炭で焼くのが昔からのこだわり。外はパリッと、中はふっくらジューシーな脂が魅力の一品です。ということで第1位は塩サバ定食でした。やった、正解、正解でございます。炭がさ、
ね。いいですやん。いい、うん、絶対美味しくなるやん、うん、そう考えるとやっぱ魚系が多いってことになりますね。ああ、そうですね、うん、僕卵焼きかな思ったんですけど、ね、社長分かってなかったんですか。社長分かってなかったんですか。社長に聞けばよかったら。そうですね。あ、はい、成功の秘密、その裏にあるのは懐かしいお袋の味。なるほど、確かに一手間かかった家庭料理、まあ、確かあの炭焼きなんか自分家じゃできないですもんね。で、職人いらずのメニューで人件費を下げる。社長、これはどういうことですか。職人いらずのメニューっていうのは、主婦の方に、中で料理をやってもらう。まあ、ずっとやっ、もともと料理をやっておられたんで上手なんですよね、はい、あ、料理の好きな人にあの作っていただけるメニューの開発をしていくことで、あのその分あの商品に、はい、あのコストをかけることができますから、うん、なるほど、うん、そっちの方がいいだろうということですね。あ、なるほどね、はい、そうか。え、ちょっと待ってください。パートは何歳まで OK ですか、うん、あ、いや、あの年齢はないんですね。え、本当に、はい、ちょっと聞こうかな。定年はなし。そうですね、まあ、こちら富士フードさんはですね、はい、定年を廃止されまして、はい、で、うん、そのおばちゃんの味というのを本当に長く伝えるためにですね、うん、ずっと安心して食べれるということで、すでに定年、店舗スタッフの定年というのはなくされてるんですね、はい、じゃあ悪魔の ご本人がそろそろ辞めさせてくださいっていうまではやっていただくわけですか。そうですね、本当にまあ、定年いうのは自分で決めるもんですから、はい、自分が働けるときは働いてもらった方がいいと、うん、今ちなみに94歳の方が一番高齢で頑張っておられますね。すごい、94歳の、はい、それはおばあちゃん、ご婦人が自分でこう調理して卵焼き焼いて、はい、で持ってきてくれるんですか。あの適当に座ってありますけどね。適当に。でもその方に会いに行きたくない。そこ行きたいよ。お待たせいたしました、人気ナンバーワンのピノキオプレートでございます。藤尾社長が驚きのスピードで出店を進める喫茶店ピノキオ、そこには門外不出の藤尾メソッドがあった。日本一になりたい。皆さん、こちらのお店見たことはありませんか。喫茶店ピノキオ、去年1月大阪森口市にオープンしたのを皮切りに、今年3月末時点では驚きの56店舗に急成長。何を隠そう、富士オフードグループが今一番出店を増やしているのがこのピノキオなのだ。かわいい。今月1日新入社員を迎えた入社式、富士オ社長が一番時間をかけて話をしたのは、幼い時に明治までの親父と一緒に行った喫茶店、まあ、洒落た、親父はコーヒーを飲んで、私はホットケーキを、そしてミックスジュースを、そしてその私の食べる姿を見て親父はニコニコしてくれていました。そのことを思い出しながらこの業態を作り上げました。5年以内に日本一になりたい。驚きのスピードで出店する親父との思い出の店、喫茶店ピノキオの裏側に迫った。大阪天満宮、目と鼻の先にあるのが先月できたばかりの喫茶店ピノキオ。店長を務める岡島和樹さん、なんと大阪市内全てのピノキオの店長を任されているという。ピノキオが目指すのは昔ながらの喫茶店、挽きたて入れたてのドリップコーヒーが味わえる。コーヒーに合うスイーツも魅力だが、ピノキオの一番人気は。お待たせいたしました、人気ナンバーワンのピノキオプレートでございます。あ、嬉しい。ハンバーグにオムライス、ナポリタン、
プリンまでついて1210円。実は岡島さん、3日後に新店舗のオープンを控えているらしい。新しいお店に行かなくて大丈夫なんですか？全く問題ございません。今日の朝もあの店舗見てきたんですけども、まだ工事中でした。まあ、これは、いつものことなんですけれども、オープンまでに、全従業員が、そのマニュアルに沿って研修をしておりますので、オープンの朝みんなが集まって、開店の準備をするような、体制をとっております。新店舗での研修はせず、工事終了と同時に即オープンできる仕組みだ。はい、こちらピノキオの全商品のレシピとなっております。誰が見ても同じ商品を作れるように工程表になっております。これぞチェーン店の強み。毎度おきに食堂と同じく職人いらずの仕組みが整っているらしい。新しいピノキオは南堀江にできるとのこと。オープン前日、出店場所を訪ねてみると、はい、それぐらいで行こう。藤尾社長を発見。もうちょっとここ、もうちょっと下で、うん、そこで行こう。はい、OK、4つ、そっちも同じように、うん、レーザーポインターを片手に細かく指示を飛ばしていく。あれは繁盛店なのかな。外壁のペンキ塗りや厨房の中のレイアウトなど、店が形になってきたかと思った頃、ここに今板つけて、ここに薪をこう入れていくとね、またクロッと変わるんです。今の、ね、薪のアイデアは今思いついたんですか？うん。なんと急遽薪を発注。スタッフによって即座に届けられ、じゃあオブジェとしてってことですか。見る見るうちにキッチンとカウンターの間に薪の仕切りが作られていった。あ、こういう感じ、あったかい感じでした。いいなはい、そして迎えたオープン当日、はい、違う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 、いきなりトラブル発生か。違う、はい、写真見てみ。富士オフードの新業態、喫茶店ピノキオ。オープン当日店に入ると、当日まだ電動ノコギリがうなりを上げていた。とりあえずオープンできるように全部していきます片付けて。慌ただしく準備する岡島さんたち。オープンまであと1時間。藤尾社長も最後のチェックに現れた。卵を通す一つやって。はい。果たして。違う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 。あ、このトーストの厚さは違う。はい。うん、厚ければええというものではない。はい、わかりました。写真見てみ。はい。決まってるはずやで。はい。あんまりね、関西の人あんまりね、分厚いの好きじゃないんですよね。と僕は思う。さらにコーヒーの温度にも指摘が。コーヒーはどうやら3杯目のようだ。85やな。ありがとうございます。わかる、85や、わかる。ちょうどどう20分前や。で、いったやろ。なあ、20分前や。どう、あ、これでバッチシやろ。すご
58店舗目のピノキオの営業が始まった。よろしくお願いします。マニュアルのおかげか接客も滞りない。オムライスの日替わりです。はいよ。小学校の頃初めて洋食を食べたよ。なんか懐かしい感じですね。こちらの2人はなんとピノキオの常連だという。美味しいです。いつもの味です。いつもの味。店はたちまち満席状態になった。おやじならどうするんだろう。おやじならこの今のこの時をどのように、おやじなら、作っていくんだろうということを考えながら、まあ、あれが出来上がったんですね。だから大切に大切にね、少しずつ作り上げていくというね。そうやね、そうやね、どんどんええようになってくんね。そうやね。こうして次々オープンするピノキオ。日経新聞チャン記者が成功のポイントを解説。今急拡大している喫茶店ピノキオですけれども、社長は入社式に年内に100店舗を超えることになりそうという発言もされていました。まあ、カフェチェーンはですね、スターバックスだったりドトールだったり、まあ、競争が厳しい業界でもありますので、まあ、こういったこれまでの得意としている食事の部分で差別化をしていけるかというのが今後のポイントになると思います。というね、開店に密着させていただきました。まあ、今ね、そのアメリカから来たちょっとこじゃれたね、はい、あのカフェが増えてる中で、やっぱり僕ら世代って昔ならではの喫茶店が落ち着くじゃないですか。そうですね。ですから大阪のそのこだわりというか、あの大手のそのコーヒーチェーンというかと、なんかよそ行きでですね、ちょっとなんか洒落てる感じですけども、はい、昔からのですね、時間がゆっくり流れてそこで新聞を広げてというですね、はい、そういうものというのはですね、これから時代が進んでも絶対に生活の必需になると、そこに目をつけておられるのではないかと思うんですけどね。で、ああいう喫茶店っていわゆる、ね、はい、ナポリタンがあったり、はい、まあ、エビフライを食べてる少年もいましたけども、洋食屋さん的な側面もありますよね。そうですね。落ち着くんだよな。やっぱりそれも子供の頃の原体験が大きく影響してるんですかね。きっとね、今天国にいらっしゃるお父さんもすごい喜んでると思いますよ。昔ながらの喫茶店ピノキオの出店を加速する藤尾社長。やっぱりそれも子供の頃の原体験が大きく影響してるんですかね。そうですね。お父さんの前でパフェ食べて、そうですね、っていう体験ですか。はい、うん、本当に可愛がっていただきましたし、その時は自分にとって本当に幸せな、時でしたからね。まあ、このピノキオでそういうふうに、またお父さんと子供たちが、老若男女の人たちが集まっていただいて、ゆっくりと時間を過ごしていただけたらなと、そんな思いの中で作り上げていきますね。はい、これきっとね、今天国にいらっしゃるお父さんもすごい喜んでると思いますよ。このピノキオがやがて日本一にの喫茶店になった時に、お父様にどう報告したいですか。そうですね、そうですね。絶対お父様のご加護があって、この商売の発展につながってると思うな。だからそれこそ今ね、あのさんにもお子さんいらっしゃいますけども、子供が多感な時に何を食べさせて、どういう言葉を与えるか薫陶するかって、本当その子の人格形成において極めて大事なことですよ。だと思います。富士尾フードさんはね、あの非常にですね、出店も早いんですけども、切り替えとか業態の変更が多いんですね。業態の変更と言いますと、はい、でつまりあのお店、同じグループの中でもですね、お店を入れ替えたりですね、そういうことにして最適をいつも求められていると。
ってことはあれですか、例えばあの鶴丸うどんの店舗が突然ピノキオになっていたり、うん、あるいは毎度大きい食堂が鶴丸うどんになっていたりっていうこともあり得るってことですか。あ、それはありますね。これでいけるかなと思った思ってても意外とこう街って変わっていくんですね。街がね、その時はやはりその街に、あったものをやっぱりこう作っていくというのは、ですからやっぱり最初のお店に、大きく投資をするとダメですよね。なるほどね。さあ、そんな藤尾社長でありますが、社長は未来も見据えて今こんな取り組みをスタートいたしました。舞台は田園風景が広がる鳥取県。一体何をしようというのか。畑ですね。大阪から車でおよそ3時間半、やってきたのは鳥取県琴浦町。自然豊かなこの町で藤尾社長が次に取り組んでいるものとは。出迎えてくれたのは藤尾フード役員の新田さん。ここあのぶどう畑ですね。ぶどう植えたん。そこに広がっていたのは広大なぶどう畑。その理由が、ワイナリーの建設予定地がこちらの段になるんですね。全部で4ヘクタール。そう、藤尾フードの次なる狙いはワイナリー。予定では今年12月に事業計画を固め、農地転用を申請、醸造免許も申請するという。ブドウ畑とワイナリーを合わせた広さはなんとサッカーコート4面分。実は藤尾フードは2015年からこの地で農福連携の藤尾ファームを経営しており、地元の障害者を採用し農作物を作ってきた。そのネットワークを今後ブドウの栽培や収穫などに生かす考えだ。藤尾社長としても鳥取県の、発展のために尽くそうじゃないかとというような思いもありましてですね、このワイナリーをここで展開しようということになったわけですよね。開業は2024年を予定している。あ、じゃあもうすぐじゃないですか。いやー驚いた。次はワイナリーですか。あ、お酒は飲まれるんですか。お酒はあの親父にはあの売るもんやと教わったんで。お酒は売るもの。すごいなと。だからお酒は飲まないですね。そうなんですか。意外。でもワイナリーできたらやっぱ飲まざるを得なくなるんじゃないですか、社長。いや、あの僕は飲まなくても今から、ね、彼が飲むんですか。あ、そうなんですか。ワイナリーできても飲まないんだ、もったい。僕らが代わりに飲みに行きましょうか。へえ、行きたいね。鳥取はいいんですか、あのブドウが育つのに。ブドウ栽培には、はい、あのいいということ聞いてますね。あ、そう、はい、そうですか。そしてしかも農福連携っていうんですか、はい、いわゆるその障害を持った方をたくさん採用してってことなんですね。はい、そうですね。あの、まあ、私自身も少し耳が悪いというのもありますし、そういう障害のある人たちが、働いていただける環境というのを作るというのも、これは今こうして仕事をやらせていただいている中で必要なことですし、僕はとにかくたくさんの雇用を持つということは社会的意義のあることだというのを信念にしてますので、はいはい、農福連携ってこれからの一番大切なことじゃないですか。そうですよね、うん、ってことはワインのラベルも絶対社長手書きしますよね。書きますよね。なんていうタイトルブランドになるんだろうか。楽しみですね。楽しみですね。さあ、そして、これを全てのリーダーに伺っております。藤尾社長が考えるリーダーに必要なこととはという質問なんですが、これに対して社長にはお得意の毛筆でお書きいただきました。社長、あちらをお持ちいただけますか。はい、はい、でカメラに向かって広げていただけると幸いでございます。
はい、夢を語る、はい、厳しいこともいっぱいありますけども、とにかく前を向いて、そして、この会社というのは、マラソンではなく駅伝ですから、たすきをこう渡して存続成長していくということですから、はい、うん、その中で、まあ今夢を語る、その時その時でやはり夢を語る、そしてゴールを明確にする、はい、そういうことが大事なんではないかなということで、はい、まあ、この夢を語ると書かせていただきます。素晴らしい。これぜひ額にかけてスタッフルームに飾らせていただきます。そうですね、はい、素晴らしいお言葉頂戴いたしました。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ただ一つ断言できるのは、間違いなく子供の頃の原体験ですね。特にお父様からの教え、お父様と一緒に行った喫茶店、お父様と、ね、食べたいろんなものが、社長、藤井社長の人格形成のかなり大きい部分を占めているんだなってことがよく分かりました。お父さんを語る時の藤井社長、ちょっと涙目でしたから、うん、本当にだから天国のお父さんが羨ましいと思いました。果たしてうちの息子はそこまで親父のことを愛してくれてるんだろうかって気がしてね、素晴らしい親子関係、父とこの関係を私は垣間見る気がしましたね。次回のリーダーは農業機械のトップ企業、久保田北尾社長。